When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はですね、前の動画で私の1ヶ月以上放置して伸びきったセルフネイルをオフした動画上げたと思うんですけども、見ていただけましたか？はい、そちらでネイルをオフしたので、今日は新しいネイルを作っていきたいなと思うんですけども、今日はですね、なんとこちら、じゃじゃーん、シャネイルっていうところのネイルシールなんですけど、はい、このネイルシールだけでセルフネイルを完成させたいなと思います今までにセルフネイルの動画いくつか上げてきました。なんかピンクのやつもあったし、ブルー系のやつと、で1個前のやつはオレンジ系でした。で次ね、何系にしようかなって悩んだんですけど、簡単にしたい、でも夏っぽくしたいと思って、まあ、シールだけでやっていきたいと思います。なのでシールとクリアで仕上げます。はい、まあ、ちょっとラメ使ってもいいかなと思ったんだけど、どう思います？まあ、やっぱりな、シールだけで仕上げた方がいいかなと思って企画的にも、はい、ということで、まあ、やってみたいと思います。それではですね、早速やっていきましょう。ちなみに今はね、もうベースは塗ってある状態です。でベース塗って、で表面の未硬化ジェルをこちらのジェルクリーナーで取っています。こういうね、ネイルシールを貼るときはベースジェルを塗った後に未硬化ジェルっていうのをこのジェルクリーナーを使って拭き取ってから貼るようにします。ちなみに今回のベースジェルは、これをオフしたよって言った時の動画で、ピールオフベースジェル、レティジアから私のプロデュースしているこのレティジアっていうブランドなんですけども、長持ちするけどオフするときはめくって剥がせますみたいなジェルっていうのを出すために、今いろいろ検証してて、はい、でそのもう一回ね、ちょっと違うバージョンで検証してます。なんでまた今回のネイルをオフするときっていうのも皆さんに、お見せできたらなと思うので楽しみにしていてください。はい、今回の動画が何日持つかですね。はい、ということでまずシールからちょっと見ていきましょうか。私が今回使うシールが、シャネイルの、これなんだろうな、品番。少々お待ちくださいね。これここかな？AR001 って書いてるけど、これが番号になるのかな。まあリンク載せておきます、また。ということで中開けると、じゃじゃーん、近くで見ましょう。じゃじゃーん、なんか表面はね、少しマットな感じですね。でなんか私が好きな、ちょっと南国っぽい感じの、あでもユリとかあるからどうなんだろうちょっと南国調の植物とちょっと上品な感じのお花が混ざったデザインになってます。南国調のお花が好きで、私絵を描くんですけど、絵とかもね、結構そっち系の絵を描いたりしてますので、もうこのシールはすごく好き、デザインめっちゃ好きです。ちょっと1枚に剥がしてみよう。シャネイルって結構ね、薄くてピタッと貼り付くっていうのが特徴なんですけど、一番大きなこれを多分シールで使うことはあんまりないので、ここを剥がして、こうペリ、かわいいこれね、こんな感じですね。周りはほんと透明で、あ薄いと思ったけど、思ったよりしっかりしてるかな。久しぶりに使うのでしょ、どんな感じだったか忘れちゃったんですけど、今日はちょっとその辺もレビューしたいなと思ったり、重ねて貼れたような気がする。どうだったかな、まあ、とにかくめっちゃシャネイルっていろんな柄の種類があって、かわいいのがいっぱいあって好きです。結構前はね、よく使ってたんですけど、最近使ってなかったから楽しみ。はい、ということで、どんなにしよっかな、どうしよう。ちょっとこれが可愛いですね。このプルメリアなのかユリなのかみたいな、プルメリアかな、これはペリ、あやっぱ薄いかな、薄い薄い、あもう可愛いわ。あまあ1個ずつシールをポンポンポンでもいいけどな、真ん中にね、それも可愛いかも。私ここのね、指だけちょっと怪我してるんで、ここだけベースなんか塗りますね。うわどうする、なんか他のシールとちょっと組み合わせたりしてもいいな。前に紹介ちらっとしたんですけど、このね、シーンで購入したこのシールと結構使えそうな気がする。なんかゴールドに貼って考えてる。いやまあとりあえず
まあ、シールなんでね、後で剥がせるので、まあ、親指は真ん中にポンに貼るか。これ可愛いし。じゃあ、貼ってみます。いや、ちょっと待って。ちょっと悩まさせて。なんかこう、お花のグラデーションっぽくしたときに、どうなるかっていうのを、このちょっとお花がすでにこういっぱいか、集まってるやつで、ちょっと指先に当てはめてみよう。イメージとしてはこういう感じなんですよね。だこうなるってことか。全体に。いや、一個ずつ貼る方が私の好みだな。一個ずつ貼ろう。そうだそうだ。みんなにね、ちょっとアンケートしたくて、今度実はね、ネイルシールを出すのですよ、私。とあるところとコラボで。どこでしょう。みんなが知ってるお店なんですけど、そこでね、ネイルシールを出したいなと思うんですけど、どんなネイルシールがみんな欲しいかなと思って、ちょっとアンケートしたいので、で、アンケートフォームを動画の概要欄やコメントに載せておきますので、よかったらそちらにご協力ください。で、これシリコンブラシとかで、こうしっかり押さえてね、で、真ん中から外に向かって空気を抜くように貼ってあげると、ネイルシールしきれいにね、密着します。かわいい。密着力がいいですね。シャネイルは。あ、かわいい。いい感じ、いい感じ。好き好き好き。大好き。よし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 。じゃあ、人差し指は、ちょっとじゃあシールを重ねて貼ってみますか。ね、重ねたらどうなるか見てみましょう。とりあえずじゃあ、これと、この葉っぱと、お花を重ねるか。重ねれるタイプのシールかな。重ね貼りができるかどうか。うん、全然重ね張り。まあ、全然、そうだね。うん。2枚ぐらいなら全然できる。3枚とかになるとちょっとボコボコするかな。重ねた感じ、こんな感じですね。うん、全然大丈夫。まあ、2、3枚は重ねれます。いい感じ。かわいい。結構なんか、これボタニカルなネイルだな。じゃあ、ここは、ちょっと隠したいので、いつもね、やってるこの00の JJ4 番。私の爪で、この爪の色に合ってるっていう感じじゃないけど、この茶色い傷跡を隠すにはなんかこれがいいんですよね。ちょうどいい感じに隠れるから。前ね、この動画で、紹介してから、これ使ってます。レティジアでこの色出したい。ですよね、もうこんだけ使うんだったら。レティジアの中にもありそうだな、この色。見つけれてないだけかも。で、ポイントはね、まあ、私みたいな爪の人の方が少ないと思うんですけど、ポイントは、薄く、塗るのを2、3回重ねて仕上げるっていう感じですね。ちなみに今日はそのもうシールだけで仕上げるぞみたいな企画にしてるので、このクリアの状態にシール貼ってるんですけど、こういうヌーディーカラーっていうのをワンカラー塗って、で上にシールを貼るっていう風にしても結構可愛いし、まあ、そっちの方が爪の色とか、あとこの白い部分境目が隠れるのでおすすめです。今回はね、ちょっとこう企画重視なので、このもう本当にクリアの上からやっちゃってます。それでもやっぱりね、隠しきれないけど、な、しないよりマシですよ、全然。で、ジェルクリーナー。ちなみに、ジェルクリーナーじゃなくても、こっちでもいいです。これ。はい。この、ネイル&ハンドクリーンスプレー。これを、毛羽立ってないコットンとか、あとは、キッチンペーパーとか、まあ、ワイプ、私ピンクワイプ使ってるんですけど、こういうのにシュッシュッてして、表面ね、シュッと拭いてあげると、シールがくっつくようになります。じゃあじゃあ。ここはちょっと隠したいから大きめにしよっかな。これが可愛いんだよな。でもそろそろ色を入れたいな。これにするか。とシール重ねて貼ろう。これ。この葉っぱをちょっとここに大きめに乗せることで、全体を隠しつつ、茶色のところとこの境目っていうのをここでごまかしつつ、で上にお花を貼ると。これで、まあ隠れるでしょう。
とね、段差になりますね。このシール重ねると。見えるかな？ここ。これこれ。このこれ。ちょっとこう、段差ができる。あ、けどトップ塗ったりしたらそんなにわからないんじゃないかなーって感じではありますね。うんうん。かわいい。めっちゃいいじゃん。じゃあ、どんどん貼っていきまーす。次はこれにしよう。いやー、ネイルシール出すの楽しみだなー。その、絵を描くって言ったんですけど、絵のね、アカウントもあるので、でよかったら見てほしいんですけど、まあ、あんまり更新できてないけど、一応ね、なんかあの動物園とかホテルとかレストランとかのなんか壁画描いたりとかしてます。まあそんな感じで絵を描くんですけど、まあ最近ちょっと忙しくて大好きな大好きな絵を描くっていうことできてないんで、まあ、こうネイルシールでね、なんか絵描いたりとかできてもいいなとか思ったりしたりしたり、私のお花をシールにできたらいいなと思ったり、でもそういうのだけじゃなくて、なんか便利なシールっていうのを作りたいですよね。こういうのあったら便利だよねみたいな、なんかそれをね、皆さんからアイデアいただきたい。こんなの作ってほしいですみたいな、本当にみんなも知ってるもうお店なのでまだ言えないんだけど、みんなびっくりしてくれると思う。じゃあ小指はちょっと縦にピトッと貼ります。縦長っぽいのを選んで、幅が狭いので、うん、シャネールのやつはね、ちょっとその二重で貼ると段にはなったけど、そのシール一枚一枚はこの空気を抜くのがやりやすくてシワになりにくいですね。綺麗に貼れる。じゃじゃじゃーん、いい感じ。ここなんかもうちょっと欲しいな。いや、ちょっとゴールドのシールと合わせるか。なんかこういうのと合わせたりしよう。これはね、シーンなんだけど、めっちゃ便利ですよね。こういうなんかラインとか引き体のシールみたいなやつってこうあるとね、あの映えるから超便利ですよ。しかもシーンのシール薄くて好き品質がね、そのデザインとか、まあ品質いいのもあるけど、結構差が激しいかな、シーンのは。あ、これ絶対当たりだっていうシールもあれば、え、これなんか全然思ってたのと違うんだけど、みたいなのもあるけど、だからそういうシャネイルみたいな、この、全部の品質良きみたいな感じではないけど、でもね、めちゃくちゃ安いのに、超いいやつが時々あったりするので、めっちゃいいですね。こんな布ばっかり貼ったらくどいかな。くどいよね、絶対。なんか貼りたかったんだけどな、ここ。ちょっと色が暗いから。ちょっとなんか白っぽいお花を重ねるか。ちょっと貼りすぎだな。ちっちゃいのがいい。このぐらいかな。ちょっと小さめを選びます、次。このぐらい？ちょっとあの白を出すと。白があるとやっぱりポンと明るくなるから。うん、3枚重ねてみたけど、真ん中はちょっとやっぱボコつきますね。けどまあ、ぴったり密着してるから大丈夫かなっていう感じではあります。端とかね、しっかり押さえとかないと結構浮いちゃうので、しっかりめに押さえて、OK、OK。じゃあ親指にもなんかシール貼るか。いや、このゴールドのアクセントが本当にいいわ。やっぱりこれあるとないで全然違う。うん、かわいい。いや、これいい。便利。かわいい。良き。いいんじゃない？かわいい。良きですね。本当はもう全部にゴールドなんか入れたいけど、ちょっとなんか、ゴテゴテになるかな。いやー、ちょっとゴテゴテになるかも。これで我慢しよう。はい、ということで、できたらトップをね、塗ります。はい、ノーワイプトップジェル。ちなみに、ケアとかベースの塗り方とかも、最近ネイル始めたばっかりで分かんないっていう方は、こちらのね、動画、セルフネイルのやり方みたいな動画で、詳しく紹介していますので、ぜひ、過去の動画をチェックしてみてください。ということで、こんな感じの、よいしょ、ノーワイプトップを塗っていきます。これね、トップを塗ると、このシールってすごい、あのね、綺麗になるんですよ。この周りの縁とかっていうのがこうシューって消えて、で消えるやつと消えないやつがあるんだけど、シャネイルとあとこのシーンの中でもこれいいじゃんみたいなやつはもうほんとトップ塗ると境目わかんなくなってくれます。たまにね、ゴリゴリに境目が見えちゃうシールがあるんですけど、やっぱりいいシールは本当に便利ですよ。その辺もちゃんと考えられてるから。おー、かわいい。硬化します。ちなみになんですけど、セルフネイル知識っていうか豆知識。これネイルライトね、今入れてるんですけど、トップとかベースとかってやっぱジェル自体がクリアだし、それぞれに
効能があるんですよね。ベースは地爪にしっかりくっつくぞとか、でトップはピカッとツヤを出すためにカッチリ固まるぞみたいな、そういう効能が普通のクリアなジェルより何かしらに特化して強い分、硬化熱っていう固まる時に発生する熱が多く出ます。でベースよりトップの方が硬化熱って高いんですけど、ベースは地爪に直接塗ってるので熱が伝わりやすくて硬化熱が高く感じるっていう感じです。でそういう風にこうクリアなねネイルデザインとか、こう特にトップももうほぼ地爪に近いベースの上にトップぐらいの感じですごく薄いので、塗ってもし熱いって感じた場合はこのねライトの中でローヒートモードっていうのがついてるライトを、まあ、選んでいただいて、これじゃなくてもこれプチトシさんとコラボのライトなんですけど、全然お持ちのライトでもね一回この秒数のとことか見てもらったら、こういうローヒートモードっていうのがついてるのが多いと思うので、こういうモードを使って硬化するとあんまり熱く感じなくて良いです。でその分ねこの秒数も増えてると思うんですけど、やっぱりワット数を弱くしてじんわり固めますよみたいな感じなので、その分ねこの長い秒数当ててしっかり固めてくださいねっていう感じです。なんで通常のやつで30秒で硬化するジェルもローヒートモードだったら120秒とかでやってくださいっていう感じです。説明できたかな今のちゃんとはーい、ということでどんどん塗っていきます。いや可愛いな今この状態、やっぱりクリアのせると全然違うな、ピカッとして、あの境目もほんと分かんなくなっていい感じ。で気になるのはこの中指ね、中指がやっぱ一番シール重ねてるのでどんな風になるか、この2枚重ねた人差し指の感じは全然問題ない、いい感じです。そしてこのデコボコ感がなくなるのか、トップにもよると思うけどね、ちゃんとツヤと立体感が出るトップか、それともペタッと仕上がっちゃってあのツヤが出ないトップかによっても差が出ると思うので、シールの力量だけではないと思うんですけど、シールのデコボコ感はほぼわかんないかな。こんな感じ。全然いけるわ。全然わかんない。やっぱいいな、チャネイル。ほら。ボコボコ感全然ないもん。めっちゃいい。はい。ということで、じゃあね、すべての爪、トップを塗って、ライトで硬化します。で、両手ね、やった感じで、仕上がり見せたいと思います。ということで、完成したのがこちらです。はい、ということで完成です。じゃじゃーん。はい、結局ね全部にねこのシーンのシール貼りましたなんか貼っても意外とくどくならないかもと思って、まあ剥がせるから貼ってみようと思って1個貼ったら意外といいかもって感じで全部貼りました。やっぱり貼った方がバランスがいいかもしれない。なんかお花ってこうちょっといびつになってるので重なってて、その隙間のところを埋めるような感じでこのシールを貼ると良かったです。じゃあねオイル塗ります。オイルはこのスパミラージュのオイルをね使ってるので、最近これ塗っていこうかな。これね香りがいいので好きです。オイルはキューティクルあたりと、ちょっとつけすぎた爪のね裏とかからもこう塗ってあげると結構爪に良かったりします。まあ、ハンドクリームみたいな感じで、あと手に伸ばしてもらうとまあいいかなって感じね。つけすぎた場合は、はい、ということでできました。いかがでしょうか。こちらのねネイルシール使いました。じゃーん。シール貼るだけでこんな可愛いネイルができるなんてめっちゃ最強ほら可愛い、いい感じの夏ネイルができた。可愛いねえ。フットもこれにしてもいいけど、まあ、フットだとちょっとあれかな、もうちょっとフットは派手な方がいいかな。悩もう可愛い、いい感じ、結構好きです。はい、ということで今日はセルフネイルね、もう本当に簡単、もうシール貼るだけネイルということでちょっとやってみました。
まあ、時間がない時とか、あとはこうアートするのが苦手とか、まあ、色もね綺麗に塗るのが苦手だっていう人はぜひぜひこういうシール活用でセルフネイルを楽しんでみてください。これだったらね私でもできるかなって思って、ネイルとの壁が少し取り除かれてセルフネイルの世界に入ってくれる人が多くなれば嬉しいですはいね、ちょっとねサロンに行けない1ヶ月間とかね自分でやったりとかするのもいいと思うので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。今日動画の中で使ったアイテムね、シールとあとまあこういったものとか、まあレティジアの公式楽天ショップ貼ってきます。セルフネイラーにとって使いやすい国産のプロ品質で、本当に品質すごくいいのにこだわって作ったジェルネイルブランドになってます。はい、なんでよかったら覗いてみてください。ということで、今日の動画少しでも楽しんで見てくれてたら嬉しいです。毎週火曜、木曜、土曜、日曜、火木土日の夜8時に動画アップしてますので、ぜひ、今後アップされる動画や過去の動画でもまたお会いしましょう。それでは、橋本美香でした。バイバーイ。皆さん、最近めちゃくちゃ暑いので、体調にはお気をつけください。バイバーイ。またインスタグラムにも載せておきます。